剣崎型潜水母艦。剣崎型潜水母艦は、日本海軍の潜水母艦。同系艦2隻。うち1隻は建造中より、航空母艦に改造されて、竣工、もう1隻も、その後航空母艦に改造された。その後については随方型航空母艦を参照のこと。ワシントン軍宿条約とロンドン軍宿会議で、日本海軍は、 空母の保有量を制限されていた。そこで1万トン以下の条約制限外の補助艦艇で、有事には3ヶ月以内に空母に改造できる艦を企画した。これに沿って1933年、昭和8年度予算、丸一計画の追加計画で、潜水母艦、オークジラが建造され、翌1934年、昭和9年度の計画、丸二計画により建造されたのが、 本館型である。ちなみに、同時期に、同様の種子で、千歳型水蒸気母艦も建造されている。またこの当時は、潜水母艦が不足していた。88艦隊計画で建造された、早クジラ型潜水母艦は海中型などの二等潜水艦に、対しての補給を想定していて、より大きな一等潜水艦の出現により、母艦能力は不足ていた。また、 管令10年に達し今後は老朽化により、練習艦への変更も考えられていた。他艦では、唐崎は、すでに老朽化のためクレコに係留され、練習艦になっており、駒橋は小型艦のため実際には、測量艦として使用されていた。本艦型の一番の目的は、蒸気の空母予備艦の確保と思われるが、潜水母艦としても新艦が要望されていた。 当初は高速給油艦として計画された。設計は全艦型のオークジラと同型で変更は給油設備を追加した、帝道、主機もオークジラと同様にディーゼル4機を装備する予定であった。しかし計画中にともつる事件が起きたため、オークジラより全長を短縮、喫水を深くするなどの船体形状や偽装の設計変更がされた上で、第一艦の 県崎は1934年、昭和9年12月起港、翌1935年、昭和10年6月に浸水した。しかしこの年の10月に第4艦隊事件が起き、これにより船体補強工事が必要となって、工事日程がさらに伸びた。この頃日本は軍縮条約の破棄をすでに決定しており、県崎は無条約時代になってから竣工することが確実となった。 条約に縛られずに、空母への偽装を、なるべく先行させておくこととし、空母改造時に搭載する予定だった、エレベーター2機、追加の手機4機、手機は合計で8機となるなどを搭載することが決まった。これにより補給用重油の搭載量が減少し、給油艦としての能力が低くなったので1938年、昭和13年には、給油艦から潜水母艦に計画を変更して、 建造を行うことが決定した。このような右与曲折があり、県崎は浸水後3年以上かけて1939年、昭和14年1月に竣工した。当初は大クジラとほぼ同一設計であったが計画が変更され、給油管として建造中は、空母改造時に上部格納庫となる構造物を設けない状態で偽装を進め、1937年、 昭和12年10月には工事進捗状態79.3%、環状には環境構造物や給油設備の一部、広角砲が設置されるほどになっていた、県崎であったが、潜水母艦への変更により、観光部の給油設備を撤去、上部格納庫部分が追加された結果、竣工後の外観は、大鯨に似た形となった。ただし、大鯨では、 環境構造物とその後方の格納庫が一体となっていたが、剣崎の場合は潜水母艦への計画変更前に偽装が進んでいた環境構造物を改造再利用したこともあって、環境と格納庫切り離された形となり、羅針環境の後方が給油時に使用する防限剤の収容場所、潜水母艦として完成時には探偵置き場となるなど違いが生じた。 その他にも、探偵の上げ下ろしを行うクレーンが強化された。一方で、水上偵察機の要衆を兼用する一機のみとなるなど、細かい違いがある。竣工時に、エレベーターが2機設置されていたのは先日した通りで、あるが、後部のエレベーターは使用されず、全部エレベーター開口部以外の最上甲板は、非甲板で覆われていた。また水上偵察機3機を搭載する一方で、 カタパルトは設置せずに発艦はクレーンで甲板から洋上に下ろして行うこととし、機銃も搭載しなかった。これは早期の空母改造を予期していたものと思われる。県崎は春工後の1939年2月、第2艦隊に潜水戦隊に編入された。しかし先の大クジラ同様ディーゼル手機が不調で、 1938年10月から1939年1月にかけて行われた公式試運転では最高2 9にノットを記録し計画速力を達成したものの試運転中も故障や多量の排気縁を上げるなど不調が相次いだこともあり艦隊運用時の速力は20ノットほどが限界であったというしかし潜水母艦としての能力は高く 潜水艦関係者の評価は高かった。空母の偽装が一部先行されていて設備が充実しており、また艦内に余裕があって居住性も良いので、上院からは、検査機ホテルと呼ばれていた。艦隊の評判が良かった。検査機であるが国際情勢は悪化の一歩をたどり、収益2年足らずで予定通り空母改造に取り掛かった。2番艦。 高崎は偽装中の昭和13年に給油艦から潜水母艦へ計画が変更され、その1年後にさらに空母へ計画変更され、潜水母艦としては完成しなかった。この建造中には長期の工事中断があり、船体は一時に艦とも横須賀港でそのまま放置されていた。この工事中断の理由は横須賀港省の工事量が多かったためである。 が、一旦潜水母艦として巡航するより建造途中で、放置のままの方が、空母改造が早く完了すると考えられた、とする推定もある。主に海軍造船技術概要、PP-858 から859による、空白は不明、は左に、同じ、括弧内は、軍艦基本計画資料シート9、10による値記載はないが、 変更なしと思われる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。